こんにちは、うなぎやです。いつもご視聴、コメントいただきありがとうございます。今回の動画なんですけれども、ちょっとですね、将棋界に関する、話ではなくですね、個人的な、動画になってしまうんですけれども、このチャンネルもですね、動画投稿を開始して、1年がですね、経ちました。そしてですね、チャンネル登録者数も前回の動画で、5000人をですね、突破することができましたので、そのことに関するですね、ちょっと感謝を述べたくって、ちょっと動画を投稿しております。あとですね、ちょっと今後のチャンネル運営についてもですね、いろいろ考えていることをですね、ざっくばらんにちょっとお話ししていきたいと思いますので、まあちょっと雑談チックなですね、ちょっと動画になりますが、よろしければご視聴いただければと思います。まずはお礼からなんですけれども、このチャンネルってですね、昨年の9月に動画投稿を始めたので、ちょうどですね、1年ぐらい経ったところなんですが、もともとですね、私自身、将棋を指したりですね、観戦したりするのが、趣味だったわけなんですけれども、将棋って本当にですね、将棋自体のですね、競技としての魅力っていうのはもちろんのこと、本当にですね、棋士の先生方含めてですね、魅力が多いなっていうふうにですね、思っていて、まあ、そんな将棋界についてですね、少しでも自分なりに、多くの方に魅力っていうのをですね、将棋界の魅力っていうのをですね、お届けしたいと思って、昨年の9月からですね、動画投稿を始めたんですけれども、徐々にですね、動画投稿を始めて、見ていただけるようになってですね、登録者自体もですね、今年の1月末にですね、1000人になって、収益化も、させていただきました。もともとですね、趣味の延長で始めた動画投稿だったんですけれども、まさか収益化できるとは思っていなかったので、本当に驚いたんですけれども、そこから約8ヶ月が経ってですね、先日の動画投稿でチャンネル登録者数が5000人になったっていうのがですね、本当に正直私自身がですね、一番驚いてるんですよね。と言いますのも、私自身に何のブランドもですね、肩書きもなくって、当然ながら棋士でもなければ、奨励会員でもない、ただの将棋ファンでしかないんですよね。そんな将棋ファンがですね、運営するチャンネル、投稿する動画にですね、果たして意味があるんだろうかっていうですね、漠然とした不安があったんですけれども、その中においてもですね、多くの方がご視聴いただいていること、チャンネル登録をですね、してくれる方がいること、またですね、動画に対してコメントをですね、いただける方がいるっていうのがですね、本当に自分にとっての動画投稿のですね、モチベーションになっていて、励みになっていて、ここまで続けることがですね、できたんですよね。もっと早くですね、こういった動画をお届けすればよかったなとも思うんですけれども、ちょうど1年が経ったって言ったところと、チャンネル登録者数がですね、5000人になったって言ったところで、キリがいいので、この場でですね、お礼を述べさせていただきます。本当にありがとうございます。合わせてですね、チャンネル運営に関するちょっとお詫びがですね、2つほどありまして、1つがですね、ゆっくり実況をやめたことなんですよね。もともと私は自分の声がですね、あまり好きでなくて、聞きたくないので、字幕も出て、あと私と違って滑舌が良いですね、ゆっくり実況の方が聞きやすいと思って、そういった形で動画投稿をしていたんですよね。それこそ今年の4月頃まではですね、ゆっくり実況で動画を投稿しておりました。ただですね、動画内のすべてのですね、内容を、セリフを台本にしなければいけないってところで、編集が大変で、まあ動画投稿がですね、なかなか頻度上げられなかったんですよね。あと、タイトル戦なんかのですね、興奮をうまく伝えられないなっていうのがですね、ありまして、今の私自身がちょっと話すですね、形式に変えさせていただきました。ただそれまでですね、ゆっくり実況だからこそ見てくれていた方がですね、チャンネル登録をしてくれていた方がいらっしゃると思うんですけれども、そういった方々がですね、期待する動画には今の形だとなっていないので、その点はですね、ちょっと申し訳ないなという思いがありまして、ちょっとこの機会にですね、お詫びさせていただきます。あと、動画の投稿頻度についてなんですけれども、もう少しですね、動画の頻度を上げられるのかなと思っていたんですけれども、なかなかそうも言っていなくって、単にですね、棋戦の結果だとか、棋譜をですね、紹介するだけだったら、まあそんなにですね、手間もかからないかもしれないんですけれども、せっかく動画投稿するんであれば、私自身がですね、こう、感じた感想といいますか、そういった思いみたいなところをですね、オリジナルの要素っていうのもですね、加えた上でお届けしたいなって思って、ちょっと動画を作っているんですけれども、そうなってくるとですね、今の動画も結構ですね、内容を考えたりするのに時間がかかってしまって、あんまり
頻度高くですね、動画投稿できてないなっていうのがですね、課題として、反省点としてあるんですよね。皆さんがですね、注目されているようなタイトル戦の内容については、まあ最低限ですね、動画をお届けしようと思ってるんですけれども、もともとはですね、タイトル戦だけじゃなくて、他の棋戦だとか、あと棋士自体のですね、魅力を紹介形式でお届けするような動画もどんどん投稿していきたいなっていう思いもあったので、そのあたりはですね、ちょっと今後改善していきたいなと思っているんですよね。ちなみにですね、前々回に投稿しました、私が王座戦第3局、携帯の充電がなくなって決着を見届けられなかったって話なんですけれど、ああいった動画だったら、もう私がですね、もう感じてる感想をそのまま喋るだけで、雑談形式で喋るだけなので、もう本当に過去最速で動画作れたんですよね。1時間で動画投稿できたんですけれども、他の動画はですね、ちゃんと真面目にやっているので、なかなかそうもいかないっていったところがあるんですよね。そういった形でちょっと現状はですね、不安定な感じの投稿頻度になってしまっていて申し訳ないんですけれども、一つ考えてるのは、一つ一つのですね、動画の内容をもう少し短くですね、テーマを区切ってお届けした方がいいのかなっていうふうにも思ってるんですよね。今一曲の中で私が感じたことなんかをですね、まとめているんですけれども、まあそこをちょっと細切れにするだとか、まあそれでいいのかっていうのはあるんですけれども、まあちょっと動画の時間なんかもですね、短い形でお届けした方がいいのかなとか、その辺はですね、ちょっとこんな感じで動画投稿を始めて1年経ってもですね、未だに手探りで運営してしまっているので、ご視聴いただく皆さんにですね、やきもきさせてしまうところもですね、あると思うんですけれども、そのあたりはですね、まあ温かく見守っていただければなというふうに思います。ぜひですね、皆さんのご意見なんかもですね、取り入れながら、このチャンネルは運営していきたいと思っていますので、そのあたりですね、感想と合わせてぜひですね、コメント欄でお寄せいただければと思います。10月になりますと、王座戦が決着して、今度は竜王戦が開幕してって形でですね、引き続き熱い注目のですね、対局なんかが続いていきますけれども、一緒に皆さんと将棋界を応援していきたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。